コーロン出版さんからこの輸入車メンテナンスガイドブックって言って、フォルクスワーゲン、アウディ、BMW、メルセデス、ベンツ、このね4メーカー4ブランドか本が出ました。これね絶対使えると思ってね速攻買ったんですけど、中身を見ずに見なくてもねタイトル目次とかがあるんでそれですよくわかると思うんですけどね、とにかくこのコーロン出版さんをこういうねかゆいところに手を届く本をいっぱい出してくれてめちゃくちゃ助かっております。でどういうことが書いてあるかっていうと、ちょっとねこれのリンクを貼っとくんで、このコーロン出版さんが中身ちょろっとだけねPDF で公開してくれてるやつがあるんで、どんなのが書いてあるかっていうのを見とくといいと思うんですけどね、まあ、ちょっとざっくり読んじゃってすいません。これワーゲンのアップだとエンジンオイルの量、指定の粘度とか、まあ、純正がどういうグレードを指定してるかとかですね、ドレインプラグの締め付けトルク、フィルターの締め付けトルク、ミッションオイル量、冷却水量とかですね、あとサービスインターバルリセット、エンジンオイルのインターバルリセットとかですね書いてあります。あとタイヤの、ホイールナットの締めボルトかボルどっちだアップどっちだったか忘れちゃった、タイヤホイールの、締め付けトルク、これ110ニュートンって書いてありますね。このカチカチってやつね、あれが書いてある。いや楽ですね、これが分かると車検をやるときにすげえ便利だなっていうイメージですね。だけど整備書まではいらないけど、でも細かいデータが欲しいみたいなとき、こういうのにすげえ。でしかもその輸入車あんま得意じゃなくて、僕も全然得意じゃないし、管理車両トータルで5台ぐらいしかないんですけどね、その中でもたまに入ってくるんで、その時にさっとこういうデータを取り出せるっていうんでめちゃくちゃ重宝しますね。で入ってるのが約25年分、1995年から2021年まで絶対使えると思う。で1冊いくらだっけ、1冊1400円、アウディ1400円、ワーゲンが1400円、 BMW が2800円。あ、ちょっと厚みが違うんで倍の価格ですね。ベンツもちょっと厚いんで2800円、全部でまあ1万円ぐらいってことですね。これで1万円はまあ安いか高いかっていうのは、感じ方は人それぞれだと思うんですけど、僕はこれがあると超楽だなと思いました。まあ、年に何回助けられるかっていう話なんですけど、そういうものでね整備工場っていうのはやっているんで、ぜひ輸入車がちょっとでも入ってかゆいところに手が届きそうな本だなと思ったら、ぜひ買ってみたらいいんじゃないでしょうか。